ジャン・マルク・グーノンは、フランスのレーシングドライバー、元 F1 ドライバー、息子のジュール・グーノンもレーシングドライバー、大船出身、身長180センチメートル、1985年フォーミュラルノに参戦、1986年は、ライバルのエリック・コマスと競って、ランキング2位、1987年もランキング2位を記録して、翌1988年に、 フランス F3 へ昇格し、同年のシリーズ4位となる。1989年に優勝5回で、フランス F3 選手権のチャンピオンとなる。1990年から国際 F3000 選手権に参戦、マンセル・マジウィック・モータースポーツからエントリーして、最高位3位、総合9位という成績を残す。1991年にチームを3001、インターナショナルに変更。 レーナードやローラと比べ性能が劣るラルトをドライブしてポーで優勝しランキング6位に入った。1992年はダムズに移籍してマニクールで優勝。行動でのレースを得意とした。シムテック S941 をドライブするグーノン1993年マーチから F1 に出場する予定だったが開幕戦の南アフリカ GP に チームが現れずそのまま活動停止したため出走せずに終わる。その後日本 GP でクリスチャン・フィッティ・パルディに代わりミナルディから F1 デビュー。次戦のオーストラリア GP に続けて出走するも2戦連続でリタイアする。翌1994年はフランス GP からシムテックに加入。同レースでの9位をはじめ完走を4度記録する。 ポルトガル GP まで出走後、アローズへの移籍を計画したが実現せず、F1 参戦はこの年限りとなる。1995年以降は活動の場を、スポーツカーレース、ツーリングカーレースに移し、FIAGT 選手権や、アメリカンルマンシリーズ、ルマン24時間に出場。1997年のルマン24時間では、GT1 クラスでエントリーして、クラス優勝を達成した。 ありがとうございます。